はい、ドーン。はい、ここでなんですけど、バッテリーのね、電圧を簡易的に見るために、電圧計購入しました。購入したのはオートゲージの SM シリーズの電圧計になります。サイズは他のメーターと同じ 52mm のものを購入しました。これを取り付けるために電源を2本持ってこないといけなくて、じゃん、メーター後ろ見てもらったら分かると思うんですけど、この一番下にある一つだけのコネクタが電圧を見るコネクタ、上二つが電源供給のための線になってます。で、今回使用していく、ものがこちらですね。あとはオートゲージのシール、あとはメーターフードとメーターですねになります。今から配線処理していきます。絶縁被膜付き圧着スリーブです。完成しました。まあ、あとはメーターのね、つける位置決めて、このメーター取り付けのね、ジグで、固定してあげて終了になります。AE86 のね、4スロ化もいよいよ終盤に入ってきました。4スロ本体の取り付けはあともう少しね、しないといけないことはありますけど、ほぼほぼまあ山場は超えたかなという感じで、まああとは時間をかければね、完成するかなっていうところまで来ました。4スロ本体を取り付けて車として動かすにあたって、しないといけないというのがこちらのね、コンピューターになります。見てもらったらわかるように、こちらフリーダムのねフルコンピューター手に入れちゃいましたね。